サンガネーブ海洋国立公園とドンゴナーブ、ワンイコールムカワー島海洋国立公園は、スーダンの公海沿岸を及び海域に設定された2つの海洋保護区を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。航海唯一の干渉や公海最大級のワンを、要する自然美、生態系などが評価されたもので、スーダンの世界遺産としては、初の自然遺産となった。 SMNPDMNP 構成資産の詳細な所在地この物件全体は21世紀になって初めて推薦審議されたがサンガネーブ海洋国立公園の一部であるサンガネーブ鑑賞は1983年の第7回世界遺産委員会で審議されたことがあったその時にはまだ海洋保護区は設定されておらず世界遺産委員会の諮問機関である 国際自然保護連合は、その価値を認めつつも法的保護状況の不備を指摘していた。そして、世界遺産委員会も範囲を拡張して海洋保護区と整備することなどを求め、登録延期を決議した。求められていたサンガネーブ海洋国立公園は1990年に誕生し、スーダン初の海洋保護区となった。また、 ドンゴナーブ湾と近隣海域は2004年にスーダン第二の海洋保護区となり2009年にはサンガネーブ干渉ドンゴナーブ湾、ムカワー島を含む約28万ヘクタールがラムサール条約登録地にもなっているそしてスーダン政府はサンガネーブ干渉とドンゴナーブ湾をまとめて推薦するための準備として2010年6月22日に 世界遺産基金から29,500アメリカドルの拠出を受けた。それらを踏まえた最初の推薦書は2012年9月25日に提出されたが書類に不備があり2014年の第38回世界遺産委員会の審議対象からは外れた。なお、この時点での名称はサンガネーブとドンゴナブムカワー等の海洋国立公園群で正式な登録名とは 微妙に異なっていた。改めて完備した推薦書は2014年1月28日に提出された。それに対して IUCN は現地調査の結果も踏まえ、自然意味、生態系、生物多様性の点での顕著な普遍的価値を認め得る余地があるとしたものの、範囲の拡大も含めた再考が必要であるとして登録延期を勧告した。2015年の 第39回世界遺産委員会では IUCN の勧告よりも一段上がって情報紹介決議となったが範囲の最高などの勧告は維持された。スーダン当局は翌年2月2日に再推薦書を提出しその年の第40回世界遺産委員会でも審議された。それに先立つ IUCN の勧告は情報紹介で以前の勧告よりも上がったものの 価値の証明に十分な範囲の再考がなされていないとする判断が維持されていた。しかし、第40回世界遺産委員会では、逆転での登録が認められた。なお、この年の審議では、文化遺産でも自然遺産でも逆転登録が多く、その一員として、保全よりも新規登録を重視する審議に委員国が多かった可能性も指摘されている。ともあれ、 正式登録を果たした、この物件は、スーダンでは3件目にして、初の自然遺産となった。なお、ユネスコの世界遺産リストで、アラブ諸国に分類される19カ国では、イシケル国立公園、バンダルガン国立公園、ワディアルヒタン、ソコトラ諸島に次いで5件目、今回の海洋保護区で、世界遺産になったのは、本件が初である。この物件の正式登録名は、英語。 サングニービーマリーン、ナショナルパークダンゴナブベー、マカワルアイランドマリーン、ナショナルパーク、フランス語、パーク、ナショナルマリンでサングニービーパーク、ナショナルマリンデラバイエでダンゴナブ、イールでマカワルである。その日本語訳は、世界遺産関連の情報源で一家のような揺れがある。なお、この記事での、サンガネーブ、ドンゴナーブ、ムカワーという固有名詞の表記は、 ドンゴナーブでのフィールドワークなどが踏まえられている文献である中村良アンドアーディルムハンマドサーリフ2015ビットに順じている。スーダンの航海沿岸で見られるイサキカの魚、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。なお、口述するように、ムカワ島は地元民にとって宗教上の意義も持つ島ではあるが、 世界遺産推薦の時点で、文化遺産としての要素は挙げられておらず、正式登録でも考慮されることはなかった。この世界遺産は、サンガネーブ海洋国立公園とドンゴナーブ、ワインイコールムカワー島海洋国立公園の2県で構成され、それらの間の海や沿岸が干渉地域となっている。それら2つの保護区内には、サメ、 マンタなどを含む300種以上の魚類、260種のサンゴ、20種の海鳥、11種の海生哺乳類などが生息し、ウミガメの産卵地としての重要性も有している。サンガネーブのゴモフィアエギュプティアカサンガネーブ海洋国立公園は1990年に設定されたスーダン発の海洋保護区である。サンガネーブ干渉は、航海では唯一の干渉であり、 欧米人にとっては人気のダイビングスポットになっている。南北に細長い干渉で、長さ6 5トル幅1 6トル章湖の面積は約4.6平方キロメートルである。航海にはサンゴ礁が多い。ペルシアアント航海は塩分濃度と海水温の点で類似するが、土砂流入量の違いなどから透明度では航海が勝り、 増殖産後の種の数はペルシアン側を大きく上回っている。産ガネーブ干渉があるあたりはその中でも特に産後症の発達に適しているとされており、イ北に比べれば寒くなりすぎることもなく、アデン湾の優勝流の影響を受けるイナンに比べれば生物侵食の影響も大きくない。結果、産ガネーブ干渉で見られる四方動物は124種に上る。 1980年代に鬼人手が大発生してサンゴが食い荒らされたことがあったものの21世紀初頭の調査では鬼人手の生息数は標準的な数値に落ち着いているとされている。魚類は1990年代の報告で251種が特定されており実際には300種以上が生息しているものと推測されている。生息が確認されているのはサメ、エイ。 メガネ持ちの王などのベラカ31種のほか、スズメダイカ、ハゼカ、ハタカ、チョウチョウオカ、テンジクダイカ、ニザダイカ、ブダイカ、イソギンポカ、フエダイカの魚などである。また、海洋哺乳類としては、オキゴンドウ、ゴンドウクジラ、ザトウクジラ、ハンドウイルカなどが挙げられる。爬虫類では、確定的なものではないが、大米の餌場になっている。 可能性や青海亀を目撃し得る時期のあることが指摘されている。商業的には、スジハタと錦シキが重要であり、錦シキについては20世紀末の約20年間の輸出実績でスーダンは世界3位、太平洋以外では1位だったが、それはもっぱらこの海域での生産に追っている。その生産量は年間300トンに上っていたと推測されているが、 21世紀の生息数調査でも乱獲はされていないものと認識されている。スジハタは地元では最も高い値のつく高級魚である。鳥類で確認されているのは6種にとどまるが、うち1種は公海一体の固有種である、メジロカモメである。藻類は緑藻、滑藻、高藻、卵藻で計91種が確認されているが、 海藻についてのまとまった研究は2010年代、半ばの時点では存在しない。今海のジュゴンベジャ人の伝統的な建て。かつては、ジュゴンの川が使われることもあったという。ドンゴナーブワンイコールムカワー島、海洋国立公園は、その名称の通り、ドンゴナーブ1及びその少し南に位置する、ムカワー島の周辺を対象としている、海洋保護区である。2004年に、 スーダン2例目の海洋保護区として誕生した。その面積は約40万ヘクタールで、うち24万ヘクタールほどが世界遺産に登録されている。ドンゴナーブ湾ドンゴナーブ湾はメキシコのカリフォルニア湾のように、航海州本土と半島に挟まれた細長い有事場の湾で、湾口は南側にある。その幅は東西キロメートル、南北キロメートルで、 その面積、約285平方キロメートルは、スーダン最大というだけでなく、航海でも最大級とされる。湾内の平均水深は15.9メートルだが北半分と南半分では大きく異なり、南部は最も深いところで42.5メートルに達するが、北部の平均は7.2メートルにしかならない。ドンゴナーブ湾沿いには、ドンゴナーブ村が存在し、 エジャジに含まれるビシャーリーン族が暮らしている。近隣の海域には、スクーバダイビングに公的な場所が多いとされるが、レクリエーション施設がないので、観光客やダイバーらが訪れることは、ほとんどない。そもそも2010年代初頭のドンゴナーブ村には、電気も、上下水道もなく、電化製品を使う際には、発電機が必要で、モスク、小学校では導入されている。 人口1200人ほどの村のうち340人ほどが専業漁師である。獲れた魚は村で全量を買い付ける仲買人によってポートスーダンに運ばれる。仲買人は都市から村に漁のための物資を運び込む役割も果たしている。なお、以前のビシャーリーイン族は反応、反木などの生活を営んでおり、専業漁師の多い漁村としての側面は、 2010年代、初頭の時点で見ても数十年に見とない歴史しかない。1967年から1970年に日本人が黒蝶貝の養殖を試みた際には失敗したが、その後、湾内では真珠貝の養殖が行われていた時期はあったらしい。しかし、再三面の理由から打ち切られている。さて、地元ではドンゴナーブの語源を、 ジュゴンのいる場所とする説があるという。その説が示すように、ドンゴナーブ湾はジュゴンの貴重な生息地であり、海洋保護区としての重要性の一つはそれである。全世界で約10万頭とされるジュゴンの生息地として、航海はオーストラリア、ペルシア湾に次ぐが、科学的調査に基づく推計が行われたのは、サウジアラビアなどの航海島岸のみで、スーダンなどの航海西岸は、 寒域環境の類似性をもとに、それを単純に2倍したものである。ジュゴンは海藻を食べるので、海藻も場が餌場となる。海藻は世界に58種存在し、うち11種が航海に存在する。スーダン沿岸では、うち10種が確認されているが、2010年代初頭に、スーダン沿岸部のいくつかの地点を調査した結果では、 キュモドケアイソイティフォリウムを筆頭に7種が確認されたドンゴナーブ1が最多で生育密度も最高であった。この植生と関わる透明度、養存酸素量もドンゴナーブ1が最高であり、他地域に比べると石油などの汚染の度合いは最も少なかった。このような環境がジュゴンを育んでいるが、地元では漁網に引っかかって命を落とすジュゴンの根格が問題となっている。 ジュゴン根格はすべて漁師が立ち合わない刺し網が原因であり、安価なナイロン単糸の刺し網から高い絹より糸の刺し網にしたためであるという。この切り替えは絹より糸の方がナイロン網に比べて取った魚を取り外しやすく、魚の身を傷つける心配が小さいためだったが、その一方で丈夫な網は引っかかったジュゴンが自力で抜け出すことを困難にしてしまった。ジュゴンの根格は、 漁師としても歓迎しない。高価な刺し網を修理しないといけない上に、食肉としてのジュゴンは1ラムあたりの価格が安く、羊の3分の1、最高級の魚であるスジハタの半分ほどにしかならないからである。ジュゴンの積極的捕獲は認められておらず、肉が出回るのは発見した時点で手遅れだった時のみのため、 流通量は少ないが、保護動物のジュゴンは、損害の市場に出せない分、村内での流通価格も安くなってしまうのである。ムカワー島ムカワー島は、現地では、マガルサム島とも呼ばれる。ムカワー島は、ドンゴナーブ村の人々が儀式を行う、イスラーム聖者の墓所の一つであり、信仰上の意義も持つ。ムカワー島周辺の海域は、筋ジハタの漁場になっている。それは、 ムカワー周辺は産卵期にスジハタが集まる場所になっているからで、5、6月頃の限られた時期が工業期となっている。スジハタは一体で取れる中では最も高価な魚で、漁師たちが集まるが、手釣りを主体とする伝統的な漁法のため、資源を取り尽くす恐れは少ない。ムカワーや近隣の小さな島々は、メジロカモメや薄ズミハヤブサの繁殖地になっているほか、 ベンガルアジソシやヒバリカの野鳥などが生息しており、2001年には1万2000ヘクタールがバードライフインターナショナルによって重要野鳥生息地に登録された。2012年には副大統領の視察があり、背景にはサウジアラビアの富豪によるムカワー等の一部の買収、開発計画の存在が噂されていたという。しかしながら世界遺産推薦時点で、 サンガネーブ海洋国立公園と同様、こちらの国立公園もスーダン政府が直接的に管理責任を担っている。ありがとうございます。